50m 走の測定方法について説明します。まずはスタートです。スタートはラインより後ろに立ち、スタンディングスタートでは片足を後ろに下げ、上半身を前方に傾けます。重心を前に持ってき、地面をしっかりキックしてスタートをしてください。クラウチングスタートでは片膝を地面につき、手をラインに合わせます。セットの合図でお尻を上げ、重心を前に乗せてください。スタートの合図で地面をしっかりとキックしてください。それでは実際にクラウチングスタートをやってもらいます。On your marks. Set.ゴールの動作について説明をします。陸上競技に専門的に取り組んでいる人はフィニッシュ動作を教えることもありますが、そうではない人にはゴールラインを走り抜けることを推奨してください。ゴールラインよりも前方の5メートルあたりのところに補助ラインを引くことをお勧めします。ゴールラインではなくて補助ラインの方まで走ってくるように指示をしてください。ゴールラインを走り抜けたときにタイムを計測します。